はい、ハンマー家の本家の半間岩尾先生です。人間の上の生物と知能の生物ということで教えてますけど、本物の貴族ということですね。地球では私しかいませんけれども、人間はね、先生はね、できないです、誰も。ただね、人間の上の生物ね、人間全員頭使っても、一人の人に助けてもね、人間では先生何一つできます。小学校の幼稚園も小学校の先生もなれないですね。大学の先生ともなったらもっとできないですね。ただね、人間全員の頭よりね、集結して頭よくテレパシーで伝える以上の宇宙生物ね。宇宙生物に教わったことは、ね、人間よりか、全員よりか頭のいいね、生物、ね、団体かまた単体ね、教わったものに対しては、先生はできますね。人間がね。単なる代行ですね。先生が宇宙にいてね、宇宙生物にとしていてね、ね、それを正しく話せるということですね。代行、人間には先生誰一人になれないです。知能が低すぎて。ね、人間全員の集まった知能でも話ができないぐらいですから、話したり聞いたりすることが。全員でもね、結構ね、時間かかりますわ。人間単独ではね、700年後に分かったことで動きますけど、団体の頭借りてね。やっぱり人間全員100億人で頭結集して、頭使って話したり聞いたりするってことも直できないしね。間違いだらけですよね、人間。すごく知能が低いですから、人間全員よりか頭のいい宇宙生物ですね。それが先生でして、その先生から聞いて人間が先生としてなりきるということはできますね。ということですね。それでね、ちょっとなんか、今、分析中なんだけども、バネのオプションもな、FX もそうなんだけども、1分足とか5分足とか15分足とかいろいろ分析あるんだけども、どれも、正確でいいですね。だから、どれが悪いっていうのはないですからね、注意してくださいね。いろいろ特徴はありますから、ね。で、今ちょっと仕事中で思い当たったんですけれども、で、そういうことで人間では知能が低すぎて先生なんて誰もなれませんということね、ちょっと教えたかったんで、めちゃめちゃ低いです、人間の知能は。ね、団体使ってね、頭良くなってるだけです、団体。だからバクテリアでも、虫でも話してる内容のことを話しますから、代表になればね、虫でも話せますから、ね、大勢頭貸せばね、虫でも。だから、団体で情報を集めて話してるだけだから、教わってね。めちゃめちゃに頭悪いです、人間って。単独では全然無能です。頭なんか全然ないです。それをよく知ってください。どうもありがとうございました。